森敦氏は1912年、長崎県長崎市に誕生した。幼少期は朝鮮の慶城、現在のソウルで過ごしている。この慶城時代を書いた小説、浄土、も素晴らしい作品なのでおすすめだ。慶城中学校を卒業した森は旧制第一高等学校に進学。しかし翌年に退学してしまう。すでに中学時代から文学の道を志していた森は、この頃小説家の菊池寛に才能を見出されることになる。やがて横光利一に師事した森は、彼の推薦により1934年、22歳の若さで東京日日新聞、大阪毎日新聞に酔いどれ船を連載した。この作品は、小説家を志す主人公が物語内で日記をつけていくという、非常に実験的な作品となっているぜ。そして同年、太宰治や段和夫、中原中也、中村喜平らと文芸同人誌、青い鳥、の創刊に参加した。しかし作品の発表には至らず、奈良東大寺の床山に移り住んでいる。この奈良東大寺で、森は仏教の華厳哲学に触れるのだが、ここでの経験は森の哲学を形作る大きな要素の一つとなっているぜ。1941年5月に横光利一夫妻の仲立ちで前田洋と結婚した森は、1945年頃から妻の故郷である山形県酒田市に住み、囲碁庄内地方を転々とするようになっていった。ここから森は定期的に作品を出すものの、文学界の表舞台からはほぼ退く形となる。再び文壇の中心に返り咲くのは1974年。山形の湯戸の山中蓮寺に滞在した際の経験を元にした小説、合算、で第70回芥川賞を受賞したことにより、一躍脚光を浴びることとなったんだぜ。ちなみにこの時森は62歳。文壇から離れていたとはいえ、新人賞である芥川賞を62歳のベテランに与えて良いのかという議論もあったそうだが、小説家としての経歴が短いこともあり、結果森の作品が選ばれたようだ。さて、今回ご紹介するのは森の代表作の一つ、意味の変容、だぜ。この作品は、極めて随筆的要素の強い小説となっている。正直これを小説と呼んでもいいものかと感じるほど、異色の作品となっているぜ。そしてこの、意味の変容、は、非常に難解な作品でもある。試しに冒頭部分を聞いてみてほしい。壮麗なものには厭然として、邪悪なもの、怪異なもの、大敗したものが秘められ、夜光のような輝きを放っている。今もし、壮麗なものを世情の言うところに従って、崇高なもの、美麗なもの、厳然としたものであるとしてみよう。単なる虚しい語彙の置き換えに終わって、壮麗なものを壮麗なものたらしめる、夜光のような輝きを放つことはできないであろう。それでは、壮麗なものとは崇高なもの、厳然としたものでないというのか。邪悪なもの、怪異なもの、大敗したものであるというのか。ともあれ、この崇高なもの、美麗なもの、厳然としたものと、邪悪なもの、怪異なもの、大敗したものとは、互いに境界によって内部、外部を形成するところの反対概念である。何をもって内部となし、外部となすか、その厳密な定義はやがて明らかにされていくであろうが、このようにして壮麗なものは、反対概念を包括する全体概念であると言っていい。綺麗なバラにはトゲがある、という話ではないが、壮麗なものには邪悪なものが含まれる。むしろ邪悪なものが含まれず、単に美しく壮麗なだけであれば、それは真に壮麗なものとは言えない。壮麗なものにとって、邪悪なものは反対概念だ。その反対概念である邪悪なものを包括してこそ、壮麗なものは壮麗であることができる、といった感じだな。そして壮麗なものと邪悪なものは、互いに境界によって内部、外部を形成している。壮麗と邪悪、どちらが内部でどちらが外部かは置いといて、とにかく壮麗なものは、反対概念である邪悪なものを包括する、全体概念である、というのだ。この崇高なもの、美麗なもの、厳然としたものと、邪悪なもの、怪異なもの、大敗したものが、境界によっていずれ内部をなすともなく外部をなし、外部をなすともなく内部をなすところに、人々を憎悪させ、嫌悪させ、忌避させながらも、なおおののかせ、魅了し、誘惑する現実めいたものを感じさせる、壮麗なものが何人にも目を背けることを許さず、しかも何人にも目を背けさせずに置かないというのは、おそらくこのためなのだ。少しややこしくなってきたな。内部、外部の話をわかりやすくするために、小説内に描かれた図を出そう。この図がどういったものかというと、任意の点を中心とし、任意の半径を持って円周を書く。そうすると、円周を境界として、全体概念は二つの領域に分かたれる。境界はこの二つの領域のいずれかに属さねばならぬ。この時、境界がそれに属せざるところの領域を内部と言い、境界がそれに属するところの領域を外部という、内部足す境界足す外部で、全体概念をなすことは言うまでもない。し
しかし、内部は教会がそれに属せざる領域だから、無偏在の領域として、これも全体概念をなす。したがって、内部足す教会足す外部がなすところの全体概念を、同じ全体概念をなすところの内部に、実現することができる。冒頭の、壮霊なるものの話ともつながるだろう。壮霊なるものは、反対概念である邪悪なものを包括する全体概念であると紹介されていたな。そして内部は、教会がそれに属せざる領域。つまり教会のない領域であるから、無限の広がりを持っている。という意味で、内部もまた全体概念である。ってな感じだな。さて、次の図を見てみるぜ。こちらは変換についての説明となる。外部を包括するということは、図でいうところの左側だな。密閉された内部から、外部を包括する内部に変換されているが、この密閉された内部から開かれた内部に関する話は先に送るとしよう。最も厄介なのが、教会という概念だ。さらに深掘りするために、次の図を見るぜ。図の形はほとんど変わらない。内部を、聖、外部を、死。そして教会を有名境に置き換えただけだな。森はここで人間はいかなる点も中心として立つことができると語っている。先ほど紹介した通り、教会の属さない内部の中に、教会の属す外部を包括することができるという話なのだが、それと同じように、森は聖の中に死を実現することができると考えていた。聖にとって死は反対概念であるが、その死という反対概念が存在するからこそ聖がある。すなわちこの内部外部、聖と死の転換こそが意味の変容であり、人間は任意の点を中心として立つことで、聖の中に死をも実現できるのだという。この理論をわかりやすく適用した例が、小説内に提示されているので紹介しよう。壮霊なるに似た蛇は、壮霊な蛇にはなれない。なぜなら壮霊なるに似た蛇は、壮霊の反対概念である邪悪さ、すなわち鋭い牙や凶悪な毒を持っていないから、真の壮霊さを実現できないのである。壮霊なる蛇は邪悪な毒を持つ。その毒は時に相手を恐怖させ、己に対する憎悪を募らせ、己の生存をすら危うくする。だからこそ壮霊なる蛇は、自らを狙う殺戮者から身を守るため、絶望的な孤独の中で、密かに残り餌を拾うのである。しかし壮霊なる蛇は、己を壮霊たらしめる絶望的な孤独に耐えきれず、ついに壮霊であることから解放されたいと思うようになるのだ。これは、反対概念を包括する全体概念であることの苦痛、すなわち矛盾を示す例えであるが、矛盾の説明の前に、とりあえず次の例を見てみよう。畑に植えられた大根は、掘っておけばぐんぐん育ち、勢いよく大地から抜け出ようとする。その大根の上に一枚の四角いガラス板を乗せ、ガラス板の四方に鉛を置く。すると地上から抜け出ようとする大根は、自らを押さえつけるガラス板の不当な圧迫に行き通り、どうにかして逃れようと苦闘するだろう。この時ガラス板は、大根を密閉するための、境界、を成しているのである。そして逃れようとすればするほど境界は、大根を圧迫して苦しめるのだ。ガラス板という境界に密閉された大根は、図右側の密閉された内部と同様の状態にある。内部は境界がそれに属せざる領域なるがゆえに密閉されているという。かつ、内部は教会がそれに属せざる領域なるがゆえに開かれているという。つまりは、密閉かつ開かれてさえいれば、内部と言えるのだから、内部にあっては、任意の点を中心とすることができる。そしてある瞬間、大根を密閉していたガラス板が傾いて、ついに地面に落ちて砕け散る。大根は換気して、抑圧されていたもろもろの葉を翻すんだ。この時、大根は密閉された内部から、図左のような、内部外部をもって全体概念をなすものに変換したのである。少なくとも大根は満足げにそう思っていた。しかし、内部と外部を含めて全体概念となす世界は、図のように必ず、境界、を必要とする。だが大根を押さえつけていた境界、すなわちガラス板は地面に落ちて砕け散った。大根は全体概念を失ったのである、と、以上二つの例を紹介してみたのだが、あれ、結局変換できてないじゃん。と思われるかもしれない。その通りだ。この内部と外部、生と死、境界、全体概念の理論には矛盾が存在するんだぜ。人間はいかなる点も中心として立つことができるが、必ずそこに矛盾として実存する。ついでに言っておくが、境界もまた矛盾として全体概念を形作るものであるから、全体概念をなすためには、必ず矛盾が孕まれねばならない。この矛盾に関して詳しく解説しようとすると、森が多大な影響を受けた華厳哲学の話から、イデア論やカント哲学など西洋哲学の話まで触れなければならず、説明がさらにややこしくなってしまう。ここでは少しだけ先行研究を引用させてもらうが、詳しく知りたい方は概要欄の URL から飛んでみてほしい。森は境界に関して、二つの側面を語っているかのように思われる。一つは、存在論的側面。
もう一つは認識論的側面である。この境界論を語る上での前提として、森の現実に対する捉え方が考察されている。まずは、存在論的視点から述べる。2によれば、物はよりよって分別できない相互依存の状態で、存在する他はない。これは、森の用語から判断するに、現実、と表現される。その現実の中で、自己は誘導する、変化する、ものとして本来的に存在する。現実とは常に誘導し変化し続けるものであり、当然、その現実に生きる自己も変化して誘導するものである。と、森は考えていたんだ。ところが、認識論から見ると複雑になる。自己は一貫性を持って認識する習性がある。この一貫性を持って認識しようとする習性を持つ自己が、自己自体が誘導する現実的存在であるにもかかわらず、誘導する現実を対象化し、いわば固定化させて認識する。このようなねじれ現象、矛盾、を弱気させてしまう自己に対し、森の言うように、現実、に身をもって切り込まなければ、本当は、現実、に頼るものはできない、はずである。存在論から見ると、現実は誘導するものであり、それに伴って自己も誘導する。しかし認識論から見ると、自己は一貫性を持って認識する習性がある。この矛盾をどうにかするために、森は境界論を作り上げたというぜ。誘導を固定化すれば、本来の私は逃げ去ってしまう。しかしながら、固定化しなければ、存在を存在たらしめることはできない。だとしても、真理は固定化されたものには存在しない。実存主義の哲学は、その矛盾に気づき、誘導に迫ろうとした、と森は考えた。ただし、森の森たるゆえんは、現実を固定化させた言語の範囲内にとどまり、言語という方法によって、誘導化させようとしたところにある。境界にこだわったのはそのためである。境界を捨ててしまえば、ただの存在、環境と区別のつかない防爆たる存在になってしまう。したがって、いかに境界によって、固定化したものを誘導化させてみせるかの境界論であった。しかし壮麗なるに似た蛇も、ガラス板を取り去った大根も、共に変換に成功したとは言い難い。これらの例は矛盾を抱えながら苦しむ作者自身でもあるのだろうが、意味の変容では次のような描写がある。代償はただ外部から見て言えることであって、内部に入れば代償はない。なぜなら、境界は外部に属し、外部から見た内部の代償は、この境界によって判断される。しかし、内部には境界が属しないから、いわば無限であり、無限には代償がない。境界は外部に属する。そして小説家は作品内で、外部を内部となすことで、境界の属しない無限の内部を実現しようとするものである。目の前の人間がコップを手に取って、コーヒーを飲んだ。口角となれば、書き手にとっての関係は目の前にいる人間に限定される。しかし書き手がコップそのものを書こうとすれば、そのコップとコップ以外が全世界となる。コップが内部であり、コップ以外が外部となるわけだ。コップを内部となし、外部から見る読者をもその内部に引き込んで、無限の世界を見せる。それを魅了する、というのだと、意味の変容では語られている。変換の鍵はここにあると言えるだろう。本作に登場する物語の中に、黒人サキソフォニストのサミュエル・ジョンスンという人物に関する話がある。サミュエルはかつて、熱狂的な支持を集めたサキソフォン奏者であった。当時登場したばかりで、人々に受け入れられていなかったサキソフォンという新楽器を、ジャズの代表楽器にまで押し上げた人物であったという設定だ。サミュエルはサキソフォンの領域を切り開いた。すなわちこれも、固定されたサキソフォンに意味を与え、変換させたという話に繋がるのだろう。クラシックの生命工期を粉砕して、資源を取り戻そうとするサキソフォンの演奏。しかしサミュエルの演奏は、サキソフォンの精妙さを極度に発揮するものであり、それによって批判されるという矛盾を抱えていたのだ。いかに精妙な演奏であっても、ただ群衆に虚しい問い音に過ぎないのではないか。サミュエルはそう考え絶望した。そしてサキソフォンは、サミュエルの存在は忘れ去られてしまった。とうことをやめたサミュエルは、何者でもなくなってしまったのだ。先ほど論文を引用して、固定と誘導の理論を紹介したが、変換は必ず固定を伴うと考えることができる。だからこそ、常に問い続けなければならないのだろう。いかなるものも、まずその意味を取り去らなければ対応するものとすることができない。対応するものとすることができなければ構造することができず、構造することができなければ、いかなるものもその意味を持つことができない。ビルの裏通りにゴミゴミと立ち並ぶ、小さな印刷屋や製本屋を、意味の変容ではアルカディア、と呼んでいる。アルカディアとは理想郷の意味を持つが、その真理は次のところにある。みんなこんなものだと思ってるんだ。定年なんか無論ない。いや、定年があるなんて思っているものもない。なんとなく勤めて、もう80になっているものもいるんだ。つまり、他の世界を知らない、というより、もう知ろうともしないんだな。僕が工学の話をしても聞こうともしない。
ダムの話をしても聞こうともしない。そんな話をする僕を、うさんくさいと思ってるかもしれないよ。ただ、社長だけは聞いて喜んでるが、これも80いくつで、うちもそのうちストライキぐらいは起こる、工場にしたいなんて笑ってる人だ。つまり、絶望に甘んじてるんだな。ただ、すべての杖崩れるものが微笑んでいるように、微笑んでるんだ。これを森は、忘れ去られていく幸福と表現している。幸福なのだ。反対に、問いを問うことをやめず、問い続けることは苦しいのである。森は庄内地方を放浪していた頃、湯殿さんの中蓮寺で、寺森の爺様と一冬を過ごしたことがあった。その時の経験をもとに書き上げたのが、芥川賞受賞作の、合算、である。この爺様は、荒れ果てた中蓮寺に一人で住んでいる老人である。冬になると激しい雪で、来訪者はほとんど訪れない。何年もそうした孤独の中で生きてきた老人であったという。しかし吹雪が吹き出す時期になると、爺様は暗いうちから起きて、たとえ誰も来訪者がいなくとも、雪を踏んで道を作っていた。あえて自らに仕事を貸して、日々の生活に意味付けをしていたんだな。また、爺様は毎日割り箸を作っていた。来訪者がある時はこれを渡すのだが、やはり来訪者がない時も、ひたすら割り箸を作り続けていたという。爺様は、割り箸を何本作ったら、どこまで行くと決めていた。部屋にいながら、まるで吹雪の中を歩いているつもりで、割り箸を作っていたのであろう。私には割り箸を割る音に、忘れがたい思い出があるんです。締めかけでの生活は楽しかった。それでも、耐えられぬ気のする時があって、そんな時には森の爺様が、大網の橋を架けるつもりだ、と言って割り箸を割っていた。その音に、爺様頑張ってるな、俺もこうしちゃいられない、と思って耐えたのです。ある夜は高城山を過ぎて、砦の峠まで行き着くこともあった。千人だけに至ることもあった。これらの山々を越えても、また中蓮寺まで戻らねばならぬ。こうして、一冬かかっても、ついに湯殿さんには行き着くことはできなかった。しかし、行き着くべきところに行き着かぬがゆえに、かえって今も行き着こうとしているかのように、寺の爺様は、私の胸に生きているのである。余談となるが、このままではタイトル詐欺になってしまうので、中蓮寺の即身仏に関するちょっとした体験談を語っておこうと思う。小説、合算、では、中蓮寺の即身仏が偽物であり、実廃棄倒れの薬効をいぶして作ったミイラであるとの噂が書かれている。この話は結局単なる噂に過ぎず、即身仏の手の指紋が、坂田市開港時に残された鉄門会商人の手形と一致することが分かった、ということなのだが、おそらくこの手形と指紋の一致は、美術史研究者の安藤光成による、1961年の、では散々ミイラ学術調査、から出た結果であると思われる。中蓮寺の鉄門会商人の調査結果を見てみると、保存悪く、外皮、南部も中、阻害極めて強し。顔面は前頭部より両側頬部、鼻部より下顎前部にかけて、黒色の漆のごときものがと伏せられてあたかも顔面南部のごとく見える。その部分表面にトノコらしいものが塗ってある。背部の保存は良い。特に骨盤部、下肢の保存は悪い。腹腔内より熊ネズミの脊柱一本を発見せり、とあり、また血液型及び指紋の調査では、日本人としてあまり特殊な指紋ではなく、手型のそれと一致す。血液型は B 型である、との結果が明記されている。かなり古い調査であるが、この結果を見る限りは本物なのであろう。で、鉄門会の即身仏が偽物であるとの噂が本当にあったのかというと、おそらくあった、と思えるような経験をしたことがある。うぷ主は以前、小説合算の舞台を巡るため、実際に中蓮寺を訪れたことがあるのだが、その時はちょうど御開帳の年で、では散々の即身仏を各寺で見ることが可能であった。鉄門会商人の即身仏は調査結果にあるように黒褐色で、生々しさはさほど感じなかったのを覚えている。その後、また別の寺院にて同様に即身仏を見たのだが、こちらの即身仏はかなり状態が良く、まさしくミイラといった感じの生々しさを覚えた。かなりの衝撃だったな。この寺院の名前は念のため伏せさせてもらう。そこでは衣替えの際に、それまで即身仏が着ていた衣装の切れ端をお守りの中に入れて、参拝者向けに販売をしているようだった。またお守りを購入した人たちからの感謝の手紙などが多数掲示されており、その内容を住職さんが読み上げていたのだが、病気や怪我が治った、良縁に恵まれた、などなど。失礼ながら少々やりすぎではないかと思うほどの、ある種の異様な空気を感じてしまったぜ。もちろん個人の感想に過ぎないことはご理解いただきたい。しかしその時の住職さんはまあ、相当に勢いのあるお方でな。おそらくかなりお年を召しているように見られたが、とにかく信仰について熱く語っていらっしゃった。すると住職さんが、突然びっくりするような話を始めたんだ。
では三山の即身仏はうちだけが本物で、他の寺は全て偽物だ。あんなもので商売しているようじゃ、ろくな目に合わないだろう、と、一言一句たがわぬわけではないが、以上のような非常に強い口調で他のお寺を批判し始めた。果たして何を根拠にそのような発言をしたのかわからないが、ともかく、こういった噂のようなものは今でもあるものだと感じたな。というわけで、今回の動画は終わりにするぜ。